看板には尖閣諸島に中国国旗、正月の食材を求める人でにぎわう上海の物産展に尖閣諸島周辺で取れた魚の販売コーナーが設けられています。中国の東沿岸部から出港した漁船が取ったサワラやカワハギなどが愛国魚ブランドで売られています。我们中国的钓鱼岛，所以说叫爱自己的祖国嘛，是我们祖国的鱼。至于爱不爱国这个事儿，好像和我吃鱼没什么关系。中国メディアによりますと、尖閣諸島周辺の漁獲量は去年を上回っているということです。